どうも、かやです。僕は今沖縄に来ております。今日は沖縄の最高級ラグジュアリーホテルに宿泊します。こちらザ・リッツ・カールトン沖縄になりますね。リッツ・カールトンといえば世界一の規模を誇るマリオットグループの最高級ラグジュアリーホテルに分類されるホテルでありまして、日本には6つ、東京、大阪、京都、日光、ニセコ、そしてこちら沖縄とあります。ぜひ全国のリッツ・カールトンを制覇したいなと思ってるんですが、まずはこちらリゾート色のより強い沖縄の紹介になります。そして今回はちょっと奮発しまして、カバナルームというちょっとグレードの高いお部屋、この宿で一番人気らしいんですよね。そちらを予約しまして、さらにクラブラウンジアクセス付きでございます。なんで皆さんによりラグジュアリーな体験を届けられると思います。それでは行きましょう。はい、こちら奥の方に建物が見えますが、アクセスは那覇空港から車、レンタカーでだいたい1時間ぐらいですね。バスであれば2時間程度かかると思います。こちらのヤシの木のストリートを抜けてきたら、看板がございまして、上に登っていったらエントランスに続いていきます。はい、ちょっと坂道を登ってきまして、ご覧のように目の前にゴルフ場があるんですよね。なんでゴルフをしてこのリッツカールトンに泊まるっていう、なんとも贅沢な滞在の仕方もできるんですよ。まあ僕はゴルフはしないんですけどね。で、奥の方建物見えますけどね、いやー、格式高いリッツカールトンらしい重厚感のある佇まいですね。はい、振り返ってみますとこんな感じで結構高台にありますんで、周り緑が広がっていて奥の方に海が見えますね。はい、そしてこちらが入り口になります。重厚感がありながらもリゾートホテルらしい抜け感がちょっとある感じもいいですね。沖縄らしくシーサーがお出迎えしてくれています。さあ、門をくぐってきまして、今右手に見えてるトゥクトゥクなんですけど、あれで近くのビーチまで送迎サービスを行っているみたいです。高台にあるホテルでオンザビーチではないので、そういう送迎サービスはありがたいですね。まあ今回僕はビーチなどには行かず、ホテルステイを思いっきり楽しみますけどね。まあ、ちなみにレンタカーは地下にある無料駐車場に停めてるんですけど、本来だったらそこからエレベーターで正面のフロントに行くんですが、まあ、せっかくなんで皆さんと一緒にこの正面玄関から入っていきます。さあ、人生で初めてのリッツカールトンということで、とってもテンションが上がっております。うわ、これすごい。入った瞬間とってもいい匂いがしますね。今まで味わったことがないトロピカルココナッツの上質な香りです。ひとまずちょっと奥にあるオブジェが気になったんで、ロビーを抜けて中庭までやってきました。いやー、この中庭の水盤がとっても美しいですね。上質な中でもリゾート気分を味わえる作りになってます。この金色の器は何をイメージしているのかちょっと気になりますけどね。水盤はこちら奥の方まで続いておりまして、水辺にはソファーもあります。この赤い瓦が沖縄らしさ満載ですが、まるで竜宮城の中にいるかのような雰囲気ですね。振り返ってみると、エントランスホールは琉球石灰岩の壁に木の天井、とっても広々としていてリゾートホテルらしく開放的な雰囲気です。こちらエントランス入って右手の方を向いてみると、ゆったりくつろげそうなスペースがありますが、この左右の照明がとっても美しいですし、目の前の間接照明で照らされている水玉のようなデザインの壁も面白いですね。そして見てください、入り口にはこちら、さすがリッツカールトン、お水とタオルが準備されてるんですね。そしてこちらエントランス入って左手にレセプションがあって、こっちの左手奥の方にもちょっと行ってみましょう。いやー、もうエントランスロビーからも他のホテルとは全然違うなーというのを見せつけられてますね。おー、なんかこれまた美しい貝殻のオブジェがありますが、こちらがロビーラウンジになりますね。ここで高台からの景色を楽しみながらアフタヌーンティーなどをいただくことができます。まあ今回利用はしませんが、気になる方もいると思いますので、メニューこんな感じで6900円のアフタヌーンティーが提供されています。左手がロビーラウンジで、ロビーラウンジのさらに奥に進んでみると、これまた水盤の奥の方に見えるゴルフ場、海がとっても綺麗ですね。これ今正面がエントランスでして、左側にレストランがあるんですよね。これがグスクというレストランになるんですかね。朝食とかをいただけるところ。そして右側見るとこれすごいですよ。見てください、ほら、こちらがテラスとなっておりまして、奥の方に絶景が見えますね。このプール越し、プールというか池といいますかね、それ越しに見える奥の方、ゴルフ場と沖縄の海ですよ。いやー、綺麗ですね。これは素晴らしい絶景です。
いや、素晴らしい景色でして、でこちら側行き止まりになってるんですけど、これ奥の方を見てみると、ご覧のようにプールがあります。もちろん宿泊者だったらここは利用できる形となっておりまして、僕が今回泊まるカバナルームはプールに直接アクセスできるお部屋なんですね。この右下のテントがあるところですね。さあ、そして再びロビーのエリアに戻っていきまして、こちら右手の方にまっすぐ進んでいくとフロントがあります。今回ね、本来は15時チェックインなんですけど、かなり早め12時頃に到着しまして、一応僕 SPG アメックスカードを持っているので、マリオットのゴールドエリート会員でアーリーチェックインをできることを期待したんですが、残念ながらカバナルームは人気で早めの準備は難しいとのことでした。なんでね、こうやって先に館内施設を紹介している形となってます。今通り過ぎたところがフロントで、こっちずっとまっすぐ進んでいくとエレベーターがあって、そこから客室に向かう形となってます。まあ実際はエレベーターは館内いろんなところにあるんで、どこにいても上下行きやすいような作りにはなっていましたね。いや、でもこのフロアはどこにいてもこの水盤の水の音が聞こえてきて、とっても素敵な雰囲気ですね。ここはザ・リッツ・カールトンブティックとショップになりますね。ご覧のように素敵な沖縄の伝統工芸品がたくさん置かれておりまして、お部屋やレストランで出てくるものもありますね。こんなリッツ・カールトンオリジナルグッズも販売されていますね。はい、こちら正面先ほどいたフロントロビーですが、こちらの右手の方にも通路があります。お部屋に入れる時間までまだ2時間程度あるんですが、今回はクラブラウンジアクセス付きプランということで、チェックイン前はクラブラウンジでゆっくりすることができます。12時から14時までがランチタイムのドリンクと軽食の提供時間となっておりまして、実はまだ昼ご飯を食べてないので、こちらのクラブラウンジでいただこうと思います。こちらの階段を上がっていったらラウンジがあります。いやー、リッツカールトンレベルのクラブラウンジは使ったことないんで楽しみですね。どんな感じか。まず内装はこんな感じですね。リッツカールトンらしいクラシカルで落ち着いた雰囲気です。家族でも過ごせそうな広々としたソファー席もありますし、コンパクトなテーブル席もあります。ご覧のような個室もありまして、今回はこの個室に案内してもらいました。いやー、人目を気にせずゆったりとこんな素敵な空間でチェックイン前にくつろげるのはありがたいですね。こちらのブレスレットを腕につけておけば、ご覧の時間帯で1日計5回のフードプレゼンテーションをいただくことができます。宿泊した10月は残念ながら感染症対策で20時から22時のスイーツ&スナックが1つ前のディナータイムに組み込まれる形で、1日4回のフードプレゼンテーションとなってました。はい、そしてラウンジのドリンクメニューはこんな感じですね。こちらがアルコール類でシャンパン、白ワイン、赤ワイン、ビール、ウイスキー、カクテルと並んでおります。裏面がソフトドリンク類になっておりまして、お水やコーラ、フルーツジュース、サンピン茶、ウーロン茶、コーヒー、ティーなどがありますね。先ほどの表面のアルコール類とこちらのソフトドリンク類は1日中ラウンジでいただくことができます。そして注文したのはこちらですね、パイナップルジュースです。沖縄のパイナップルジュース美味しいんですよね。そして先ほど紹介したビュッフェ料理に加えて、こちらピザやクラブサンドイッチ、沖縄そばなどもオーダーできます。日によっては黒毛和牛の串などの提供もあるそうです。あちら左手の石窯で焼き上げられた本格的なピザがいただけるんですよね。すごいっすよね。この後アフタヌーンティーやディナータイムでもクラブラウンジ利用するので、食べ過ぎると後で食べれなくなっちゃいそうなので、とりあえずピザ以外はこちら野菜をいただきます。はい、まずパイナップルジュースですね、こちらをいただきますと。
いやー、やっぱ沖縄のパイナップルジュース美味しいですね。西表さんなんでしょうかね。はい、そしてこちら石窯で焼かれた焼きたての本格的なピザですね。美味しそうですね、これも。いや、予想通りこれめっちゃ美味しかったですよ。もう本当にピザ屋さんで出てくるような生地がもっちもちで、味付けも素晴らしくて、こんなに美味しいピザ久しぶりに食べたなっていうレベルでしたね。はい、それではお部屋に入れる時間になりましたので、これからお部屋紹介したいと思います。こんな感じで普通に廊下にも立派なソファーが置かれてるのがすごいですね。さすがリッツカールトン。今回泊まるカバナルームはフロントの2つ下1階にあるんですけど、下の階でも右手見てわかる通り水や緑を感じられて雰囲気がいいですね。はい、この辺りにカバナルームありまして、あ、なんかこの魚の鱗をイメージしたようなオブジェがすごいですね。これもいやー、細部までこだわりを感じますね。そしてこちらが今回僕が泊まるお部屋です。はい、じゃあ中紹介していきます。楽しみですね、どんな感じだろうか。オープン。あ、いきなりこれ目の前、ほらビューバスが見えていますけどね、とりあえずこちらリビング方面向かっていきますが、ご覧のようにベッドが、ツインベッド並んでおりますね。で、これ奥の方はなんかちょっと畳っぽいデザインだけど、触ってみると畳ではないですね。そういったデザインということで、これ照明もこんな感じで和紙っぽいデザインですね。はい、外資系のホテルですが、クラシカルな洋室に和のテイストが加えられてる感じですね。こっちの方見てみるとテレビがありまして、この辺のほら飾りもちょっと和の匂いがしますがね、相当これはでもラグジュアリー感漂ってますよね。いやー、おしゃれな客室ですね。で、こっちが奥の方がちょっと皆さん気になると思いますけど、見ていきますね。こっちの方ソファーが、足を伸ばせる大きさのソファー、そしてテーブルと、こちら一人掛けの椅子ですね、並んでおります。で、まずこっちですね、見てください。ここのカバナルームの最大の見どころになりますが、目の前にガーデンテラスにジャグジーがあるんですね。これすごくないですか。非日常感の極みといった感じですね。ちょっと外出てみようかな。はい、こちらガーデンテラスにもテーブルと椅子が並んでいて、ここですね、ジャグジーとデイベッドがついておりまして、まあ、ここはね、一応水着を着て入らなければならないということでね、こう上からちょっと見えてしまう可能性がありますんでね、水着着用で、で、あっちの奥にある扉を開けるとプールに直接アクセスできるということなんですね。これはまた後で行きましょう。なんでプールの後にここでこう体を温めたりできるということですね。はい、振り返ると客室です。で、客室戻ってきまして、ちょっと細かいところまで見ていきましょうかね。まずこちらテーブルの上にはウェルカムお菓子がありますね、こちら黒糖があって、これパッケージもすごい高級感がありますね。で、この辺りにはご覧のようにパインジュースですね。はい、パインジュースが置かれております。この椅子の隣にドリンクを置くスペースがあるっていうのも細かいところにまでこだわりがありますね。そして、ベッドの横ですね、ベッド横にはこんなレトロな置物がありますね。時計と、これはラジオになるのかな、あ、Bluetooth がつなげるんで携帯の音楽これで聴けるんですね。この辺りはリッツカールトンらしいちょっとレトロな感じの作りとなってますね。で、下のところにはコンセントもあります。はい、そして、こっち側を振り返ってみるとテレビが壁付けタイプありまして、この辺は時計と、マスクとアルコール消毒、そしてこの辺は鍵ですね。で、これカードキーとキーホルダーも可愛らしいですね。はい、そして右手、ここの中に冷蔵庫があります。で、冷蔵庫の中は、はい、こんな感じで、炭酸水にトニックウォーター、シャンパンかな、これはシャンパン、こんな感じでソフトドリンク、オリオンビールもありますね。ただこれは有料になります。で、冷蔵庫の横の引き出し開けてみると、はい、こんな感じでお酒、ミニボトル、ウイスキー等とスナックが並んでいますね。はい、そして、こちら側にも荷物をここに置いてくれてますが、下開けてみると寝具ですね、左手が寝具なんですけど、この右手はこれプールサイドにこれ着ていっていいみたいですね。水着を着た上にこれを着れば館内これでうろうろしていいみたいですよ。いや、リッツカールトンでこのカジュアルな感じで過ごせるのはいいですね。で、このトートバッグはなんとお持ち帰りしていいみたいです。持って帰ろう。はい、そしてもう一つ下の引き出し、これはスリッパかな、スリッパとアースのマット置いてます。スリッパもこれほらかなり厚みがある、ふわふわで履き心地良さそう。は
はい、そしてこちら側に空気清浄機があって、扉開けてみるとクローゼットとなってますね。バスローブがここにありまして、で下にほらサンダルがあるんで、これでプールサイドに行けますね。リッツカールトンのロゴもついてます。そして左側開けると貴重品ロッカーと懐中電灯ですかね、左上は。はい、そしてこちら側行ってみましょう。ここには何があるのか、ミニバーですかね、ここにあるのが。で開けてみると、はい、こんな感じでコーヒーが準備されておりまして、ここにあるのは黒糖ですね。黒糖で、ここがTWGT がありますね。インターコンチネンタルと同じように TWGT がシンガポールの高級紅茶準備されています。で、まあ、沖縄らしい三品茶もあります。はい、そして奥には贅沢にお水が4本、リッツカールトンのロゴとともに並んでおりまして、これはコーヒーメーカーで、1つ目の引き出しを開けてみると、あ、ここがあれですね、スペースがないんで台になっております。そして2つ目開けると、こんな感じで綺麗にグラスが整えられております。栓抜きもありますね。そして3つ目開けると、うわー、これ素敵だな、見てください、このマグカップ、沖縄らしいデザイン性の高い陶器のカップですね。でこれコップの中もすごいですよ、ほらガラスが敷き詰められたかのようなデザイン、美しいですね。でこれほらお皿も見て、これなんか水滴がポツポツとついたかのようなデザインでね、すごいですね、高級感あるな、素敵なデザインだわこれは。はい、そして一番下開けると、贅沢にスペースを使って湯沸かしポットがあります。いやー、この辺のミニバー一つとってもすごい洗練された贅沢な空間ですね。でこっち側見ていきましょうかね、ここが目の前まっすぐ行くとビューバスなんですよね。これ全室ビューバスとなっておりまして、ここは1階でプールアクセスなんですけど、まあ、上の階だと奥のゴルフ場や海が望めるようになっています。はい、そしてアミニティ類見ていきましょうか。シンクが2つあるのはありがたいですね。そして正面鏡と、こちらにも鏡がありまして、タオルがこんな感じでセットされていて、すごく肌触りがやっぱいいですねこれは。で、目の前にソープとグラス、そしてマウスウォッシュですね、ボディーローションで、リッツカールトンアメニティアスプレイというやつが使われておりますね。イギリスの老舗の化粧品ブランドらしいです。はい、そして右下ドライヤーと体重計がありますが、はい、ドライヤーこちらです、メーカーノビー、ちょっと僕知らないですね、なんかパナソニックがホテルは多い気がするんですけど、これ違った、いいやつ使ってるんですかね。はい、でこの辺にもね、ほら工芸品が飾られているのがすごいこだわり感じますね。でこれバスタブのところにこうやってシャワーもついてます。シャワールームは別にあるんですけどね、贅沢です。でバスタオルがあって、これがボディタオル、そしてなんとバスソルトもあります。まあ、1階だったらこれ誰にも見られないんで閉める必要ないと思うんですけど、上の階だとゴルフ場から丸見えになってしまうので、こうやってブラインドもありますね。これを押すとこんな感じで上からブラインド降りてきますので、ね、しっかり隠すこともできます。はい、そして戻っていくと、こちらがですね、右手にシャワールームがございます。はい、シャワールームも壁が石で作られていて、とっても高級感がありますね。手持ちタイプと上から降ってくるタイプと2つありまして、アメニティこちらアスプレイが置かれております。はい、そして最後にこちらお手洗いがありますね。で、お手洗いにもこんな感じで沖縄の青をイメージした綺麗なデザインが飾られておりますね。はい、それでは今回こちらのカバナルームに一泊しますが、料金になりますがクラブラウンジアクセス付きで約8万円でした。まあ、ちょっと他のホテルとは一線を画したこの館内の雰囲気と、こちらのお部屋だったらそれぐらいの価格は妥当なのかなというふうに思いますね。まあ、今回は他のホテルになかなかないこちらのガーデンテラスにジャグジーとデイベッドが付いたお部屋タイプにしましたんでね、ちょっと奮発しましたけど、もっと安い一番リーズナブルなお部屋であるこちらのデラックスルームだったら、まあ、5万円前後で泊まることができます。こちらは1階から4階で45平米ということで、でその上がベイデラックスルームというお部屋で、これは高層階5階から6階で、お部屋の大きさ45平米同じ、まあ、眺望が楽しめるんですね。でさらにその上のグレードがプレミアデラックスルームというところがあって、こちらは角部屋になって58平米ちょっと広くなりますと。そしてその上のグレードが今泊まっているカバナルームということで、45平米お部屋の広さですが、ガーデンテラスが30平米で贅沢な空間となっていますと。でその上がプレシデンシャルスイートの、ここは1泊30万とかしますね。
で一番最上級がザ・リッツ・カールトンスイートと、すごい広さになってますけどね、多分ここは1泊60万ぐらいするのかな、ちょっと手の届かないところにあるお部屋でございます。でまあ、クラブラウンジアクセス付きにするとだいたい1万円から2万円アップするぐらいなんで、まあ、せっかくなんでこんなラグジュアリーなホテルに泊まるのであれば、それぐらいだったらね、奮発して、まあ、ラウンジで軽食とかドリンクを楽しむのもいいと思いますね。はい、で僕は SPG アメックスカードというクレジットカードを発行しておりまして、ゴールド会員なので、本来であればゴールドエリートの特典であるレイトチェックアウト、お部屋のアップグレードというのができるはずなんですけど、残念ながらこのカバナルーム大人気でですね、レイトチェックアウトはほとんどできなかったと。お部屋のアップグレードはゴールドエリートだとスイートルームにアップグレードすることはできませんので、まあ、デラックスルームとかを予約してこのカバナルームにアップグレードを狙うのもいいんですけど、カバナはさっき言ったように人気なんでね、まあ、最初から予約を押さえておかないとアップグレードは約束されているものじゃないんでね、はい、今回はそのままカバナを予約しました。はい、ということでね、ちょっとこの先にあるプールを皆さんに紹介して、その後アフタヌーンティーの時間になるんでラウンジにも向かおうかと思います。はい、プールでゆっくりする前にひとまずクラブラウンジにやってきまして、アフタヌーンティーをいただこうと思います。これロゴマークのライオンが存在感を放ってますね。こちら3段ある一番上にはスコーンが乗っていて、沖縄らしい黒糖やシークワーサージャムなどが使われています。まあ、上2段がこれ甘みが強いスイーツ類が置かれているといった感じですかね。中段にはムースやマカロン等があります。そして一番下の段にちょっと塩味が加わった軽食類が置かれています。一番右はフリッタータで、ちょっと真ん中と左はね、説明受けたんですけど、あまり聞いたことないようなフレンチの料理でしたね。ドリンクはアイスコーヒーをいただいて、午後のひとときをゆったりとアフタヌーンティーで過ごしました。こういった個室だったら一人でも全然気兼ねなく使えますし、別に個室じゃなくても僕と同じように一人の人はいて、全然居づらさは感じないですね、ここのラウンジは。はい、それではこちらのガーデンテラスから屋外プールが直通ということなんでね、ちょっと行ってみましょう。こちらの扉を開けて、はい、あ、もう目の前に見えますね、すぐに。ほら、こんな感じであっという間にプールに出てくることができます。これは素敵ですね。いやー、まあこれも今10月なんですけど、10月いっぱいでこのプールは一度閉じてしまうんですけど、まあ、今ちょっと夕方になったらさすがに寒いというか涼しくなってきたんで、こちらで、泳いで、軽く泳いで体が冷めてきたらすぐにね、お部屋のジャグジーに向かうことできるんで、いや、いいんじゃないですかね。こっちの方にドリンクが、あ、そうありますね、はい、お水が奥の方準備されていて、ここに噴水もある。ほら、こんな感じ、池があって、奥の方ゴルフ場で振り返るとプールという感じですね。はい、手前側がちょっと浅いプールになってますかね。ここ降りるとこあって、子供用の浅いプールがあって、奥の方が普通の深いプールで、リッツカールトンの建物がこんな感じで見えますね。左のところにトラック、トレーラーあるんですけど、あそこは4時でちょっと閉まっちゃうみたいですね。まあ、なんか食べ物とかあそこで買うこともできるんでしょうけどね。まあ正直もう今日は僕はカバナルームせっかく予約したんで、ここのプールとジャグジーを行き来してまったりのんびり過ごすつもりでございます。こんな感じであっちのトランクが営業している時間帯だと、ご覧のように軽食であったりアイスクリームとかも下ありますし、裏面がこちらですね、ドリンク、カクテルとかが並んでいますね。そしてプールのこちら側、奥の方にはちょっとしたラウンジスペースもありますね。外のテラス席でゆっくりと軽食やドリンクをいただくこともできますし、こちら中に入ってみるとテーブルや椅子も準備されてますんで、まあ、同伴者の一方がプールで、一方はこっちのラウンジエリアでゆっくりするといった過ごし方もできそうですね。奥にはバーカウンターとお水が準備されています。ちなみにね、これプールからお部屋戻るときは、しっかりオートロックになってるんでセキュリティ上安全なんですけど、これもし鍵を忘れたら閉じ込められちゃうんでね、プールに気をつけてくださいね。はい、で今客室棟からこっち出てきたんですけど、見てください、ちょっと神秘的と言いますかね、奥の方に何があるんだろうと。トンネルがありますけど、これ奥の進んでいくとスパの施設があるんですよね。まあ、スパは当然有料になるんですけど、そこの施設の中に屋内プールとジャグジーがあるみたいなんですよね。ちょっとそれを見に行ってみましょう。すごくいい雰囲気ですね。これ左右に竹が飾られていて、奥の方に緑が見えて素敵ですね。まあ、トンネル抜けるとスパと書いておりますけど、見てください、これすごいな。なんかジャングルみたいなエリアを抜けていくんですね。まあ、南国の沖縄っぽい雰囲気でね、ちょっとした散歩に、最近はまあ運動不足なんで
こういった道を歩いて5分程度っていう風に言ってましたね。まあ当然スタッフさんに頼めばあのトゥクトゥクみたいなやつで連れて行ってもらうこともできるんですけど、せっかくなんで歩いて行きましょう。ごめんなさい、普通に1分ぐらいで来ることができましたね。僕の客室からは近かったんですかね。あっという間にこちら到着しました。入ってみましょう。いやーこれ入り口すごいですよ。照明で地面に模様を描いていて、いやーこのスパ&フィットネスのエリアもすっごい高級感ですね。はい、中に入ってきますとこちらにジャグジーがありますね。ここで、まあ、温泉ではありませんが体を温めることができまして、奥の方にはデイベッドですかね。はい、デイベッドでゆっくりと横になることもできるということですね。まあ、この辺りもちょっとこう池といいますかね、水の音がとってもいい感じですね。周りはやっぱ山なんでジャングルの中にいるかのようなね、ちょっとあのインドネシアバリ島ウブドのような雰囲気を演出してますね。でこっち側に、屋内プールがあります。はい、屋内プールはこんな感じとなっております。屋外プールは期間限定となりますが、こちら屋内はいつでも入ることができるんですよね。多分ね、今の時期は屋外プールの方が人気なんで屋内は空いてるんで穴場みたいな感じですね。そして同じエリアにはこちらはジムですね。はい、こんな感じで、まあ、ランニングマシーンとかダンベル自転車、この辺りにも器具がこんな感じで揃ってますね。はい、なんでまあ今日は一泊なんで多分利用することはないですけど、連泊するときとかはここで運動したいですね。当然ペットボトルの水もここに準備されています。ちなみに冒頭で言った通り、ホテルは近くのビーチまで送迎サービスを行ってまして、一番近くがこちらもうトゥクトゥクで5分もかからないところにあります、ブセナビーチですね。有名な高級リゾートホテルザ・ブセナテラスに隣接するビーチなんですが、見ての通り透明度抜群で素晴らしく綺麗ですね。これぞ沖縄の海といった感じです。個人的にはせっかくリッツカールトンに泊まるんだったら館内でゆっくりしたいなと思うんですが、連泊とかする場合はこうやって海に遊びに来るのもいいですよね。はい、さっきのスパのエリアも良かったんですけどね、せっかくカバナルーム、ここね、ジャグジーが目の前にあるお部屋を予約したんで、屋外プールとお部屋のジャグジーを行き来してまったりしようと思います。いやー、やっぱ10月の夕暮れ時の時間なんで、ちょっとずっと入ってると寒くなってきますね。そういう時はお部屋に戻って、これだ、ジャグジー、スプールに行く前にこれ溜めてたんで、こんな感じでいい感じじゃないですか。これでは体温めましょう。いやー、これ最高だわ、めっちゃあったかい。ここでまた体温めてプールに行って泳いで戻ってっていうのを繰り返す、なんと贅沢でしょうか。で、まあ、ルームサービスとかね、あっちの売店というかのトラックが空いてる時だったらドリンクも頼めると思うんでね、まあ、今ちょっとないんで、このお部屋にあったパインジュースを飲みながらゆっくりしましょうかね。はい、グダグダしていたらあっという間に6時過ぎで、辺りは暗くなってきました。まあ、プールの営業時間は基本的に日没までなので、ご覧のように辺りに人はいませんけど、まあ、カバナルームに宿泊の場合はドア一つ開ければプールサイドアクセスできますんで、ビーチチェアで今横になっております。この誰からも邪魔されない静寂の中で本当に日々の疲れを忘れてゆっくりとできますね。もうずっとここに痛いぐらいです。これからちょっとご飯も食べに行きたいんで、クラブラウンジの方に行ってご飯をいただきましょうかね。帰ってきたらターンダウンサービスが行われておりまして、ご覧のようにベッドに、これはチンスコーですね、チンスコーが置かれておりまして、明日の天気予報残念ながら曇り雨っていう風になってますね。はい、で、こちら側にはほら見ての通り、これはアロマかな、アロマをここに落として、香りを部屋中に広げるという感じですかね。はい、ディナータイムのクラブラウンジ、こんな感じで撮ってきました。まあ軽食といった感じなんで、さすがにこれで夜ご飯済ますのはよっぽど小食な人じゃないと厳しいかなという感じですが、まあアフタヌーンティーもいただいたんで、そこまでお腹が空いてるわけじゃないんで、これとあとはルームサービスとかにしましょうかね。今日お酒飲んでないんで、こちらシャンパンを注文してみました。ディナーのビュッフェ内容気になると思うんで、この後ちょっと紹介しますね。
いやー、いつどの時間に訪れてもこのように軽食とドリンクがいくらでも食べ飲みできるっていうのはクラブラウンジはやっぱすごいですね。軽食とはいえ一つ一つのお料理のレベルはとっても高くて、このローストビーフも肉厚でとっても美味しかったですし、この生ハムがね、本格的なもので本当に美味しくて、チーズもあるし、シャンパンじゃなくて赤ワイン頼めばよかったなーと後悔しました。まあ飲み放題なんで赤ワイン頼もうと思えば頼めるんですけど、あまり飲めないのでね、今回はシャンパン一杯で我慢しました。はい、そして食後はデザートコーヒーですが、このリッツカールトンケーキがガトーショコラの濃厚な味とママレードのトッピングが上品な味わいを演出していて、とっても美味しかったですね。はい、ご飯を食べて夜のエントランスロビーエリアにちょっと来てみたんですけど、見てください、これライトアップされた館内がとっても素敵な雰囲気じゃないですか。この薄暗い館内に所々に照明で照らされたオブジェが本当に美しいですね。おそらく沖縄の海を表しているんでしょう。ブルーの照明も素敵ですね。いやー、お部屋のみならずこのエントランスやロビー、廊下の洗練され具合がやっぱり普通のホテルとは全然違う、さすが一流ホテルといった感じですね。ロビーの奥の中庭といいますかね、こちらの水盤のエリアもライトアップされています。正面見えているのがオールデイダイニンググスクですね。今回利用はしませんが、ご覧のようにダイニングはイタリアン、鉄板焼き、ダイニングザ・ロビーラウンジとありますので、特別な滞在にしたいときはこういったレストランで食事をしたいですね。はい、お部屋戻ってきましたが、お昼からクラブラウンジで少量ずつではありますが結構食べたんで、今中途半端なお腹の空き具合なんですよね。で、一応インルームダイニングもこんな感じであります。でこちらが午前11時から午後9時半までということで、これは沖縄食べ尽くし午前ということで、あ、インルームでもご覧のコース料理ががっつりいただけますね。メインディッシュが下の方にある2つから選ぶことができるということです。はい、お部屋でしっかりとしたご飯もこうやって食べることができます。でそして個別のメニューもありますね。アペタイザーサラダがあって、でこちらシェアスタイルフレンチフライとかがありますね。でそしてパスタとかスープ類もご覧のようにありまして、メインディッシュでステーキもあって、カレーライスとかもあります。で沖縄のメニュー、ゴーヤチャンプルーとか沖縄そばとか、いや今ねちょうどこのお茶漬け、スタッフ一押しまかない沖縄ミーバイのこれいいんじゃないですかね。結構人気があるみたいですね。まあ、そこまでお腹が空いてないんで、この締めの茶漬けはいいかもしれないですね。でクラブサンドイッチとかハンバーガーもありますと。この辺はチーズとデザートですね。でこんな感じで夜食も準備されていますね。まあさっきのメニューからちょっと選択肢が減ったっていう感じのイメージですかね。はい、サンドイッチ、ハンバーガー、まあ、さっきあったやつもありますね。カレーとか。で、お酒好きな方はお飲み物もこんな感じで、アルコール類結構ありますよ。日本酒、焼酎、梅酒、ボトルビール、カクテル、ウイスキー、ソフトドリンクと並んでいます。まあ、朝食をインルームにする人は少数派だと思いますが、こちらアメリカンブレックファーストと和朝食、コンチネンタルブレックファーストと並んでいますね。はい、そして注文しました。こちら沖縄ミーバイの一番だし茶漬けになります。ミーバイっていうのは沖縄の方言でハタ類のことを呼んでいるみたいですね。ものによっては高級魚になっているということなんでね、ちょっと楽しみですね。食べてみます。はい、だし入れます。いや、これぐらいの量がちょうどいいですね。もう腹6分ぐらい溜まってるんで、これでちょうど腹8分ぐらいになりましてね、気持ちよく寝れそうですね、これを食べて。はい、ではいただきます。さすがにクラブラウンジでベラベラ喋るのはね、こんな高級ホテルだとマナー違反だと思いますが、こちらはインルームなんで気兼ねなく食レポができます。あ、美味しそうだなこれ。ミーバイ茶漬けいただきます。イクラも乗ってるな。あー、美味しい。お茶漬けなんでとってもさっぱりしてるんで、これは締めにいいわ。で、魚の身も結構たっぷり入ってるんでね、口の中にお魚の風味広がりますね。結構ミーバイこれ脂身もあるのかな。うん、食べ応えがありますね。うん、いやー、イクラとシソがいいアクセントになってて、これは贅沢なお茶漬けだ。まあそれなりに値段はしますからね。今回はリッツカールトンに泊まったんでね、奮発して食べております。まあ、ちょうどいいぐらいのお腹が膨れてきましたね。はい、じゃあ最後にこちらバスタブに使って一日の疲れを癒そうと思います。これちょっと分かりにくいかな。ガーデンテラスの明かりもありましてね、とってもいい感じの雰囲気となっております。これ
バスソルト結構いい香りしますよ。これ入れてからリラックスしましょうかね。はい、そしてこちらのシャワーの水圧なんですけど、こんな感じでめちゃくちゃ強いです。これ以上ないほどの水圧です。はい、ではそろそろ寝ますけど、これカーテンは当然自動で押せば閉まるという感じですね。高級ホテルだったらこれはまあよくある形ですね。マリーナベイサンズもこんな感じでしたね。はい、それでは明日もまた楽しみですね。おやすみなさい。はい、おはようございます。朝になりました。予報通り天気は良くないですけど、まあ、雨が降ってないだけいいですかね。ご覧のように朝は誰も人がいませんが、カバナルームだと起きたらすぐにこうやってプールサイドに出てこれるのが便利でいいですね。まあ、ちょっと時期的に朝泳ぐのはちょっと寒いかなっていう感じはするんですけど、このベッドサイドチェアで朝ゆったりと過ごすのも贅沢でいいですよね。まあ、ここで泳いだりジムに行って運動して体を動かしてから朝食に行くっていうのが一番いいですかね。はい、それでは朝食をいただきますが、朝食はこちらオールデイダイニングのグスクでいただきます。クラブラウンジで朝食をいただくこともできるんですが、こちらオールデイダイニングの方が品数が多いとのことだったんで今日はこっちにしました。ダイニングはとっても開放的な雰囲気となっておりまして、窓際に座ればこのように中庭とその奥の沖縄の海や山の景色を眺めることができます。朝食はご覧のようにビュッフェスタイルとなっておりまして、まずこちら左右に和食が並んでいます。こちらまず沖縄の郷土料理ジューシーですね。米類はおかゆに加えてもちろん白米もありまして、味噌汁、そして郷土料理の油脂豆腐ですね。郷土料理はこちらゴーヤチャンプルーもありますし、これは油そばですね。こちらお魚は目抜け最強焼き、隣には納豆があって、なんとこちらの明太子はシークワーサー明太子らしいです。この辺りには海苔や梅干し、ご飯のトッピング類が並んでいます。和食コーナーのおかずもご覧のように多種多様並んでおりまして、正直和食コーナーだけでももう朝食は完結してしまうんじゃないかというぐらい充実していますね。30代になってヘルシーな食事がいいなと思うようになって、洋食よりもちょっとずつ和食を好むようになってきてる自分としては嬉しいですね。そして和食エリアの奥の方にこちら洋食エリアもあります。この辺りは一般的なポテトやベーコン、ウインナー、スクランブルエッグと並んでますね。その場で調理していただくオムレツステーションでは自分好みの具材で仕上げることができます。洋食ホットミールで温野菜、ブロッコリー、チキンカッチャトーラ、ポテトスープと並んでいますね。こちらには各種チーズやスモークサーモン、ハムと並んでいます。こちらはサラダ類ですね。生野菜がご覧のように並べられておりまして、まあ、旅で不足したビタミン類をここで補給できるということですね。このワインビネガー、オリーブオイル、バルサミコ酢と、さすが高級ホテルというラインナップですよね。で、こんな感じでサラダに乗せるトッピング類の豊富さもこれすごいですよね。この辺はドレッシングになります。そしてパン類もご覧のように並べられておりまして、このホテルの朝食でパンの選択肢が多いことを求める人も多いんじゃないでしょうかね。まあ、僕はあんまり朝食でこういう菓子パンは食べないんですが、おやつタイムとかだったらぜひいただきたい美味しそうなパンがたくさん並んでいますね。そして見てください、このトッピング類が豊富で、いや全部試したくなっちゃいますよね。いやこれも美味しそう。ドーナツやパンケーキもあります。そしてこちらはヨーグルト、グラノーラ、シリアルと並んでいて、この辺にはナッツやドライフルーツ、各種ソースがあって、まあ、ヨーグルトやシリアル、パンケーキとかにかけたら美味しそうですね。これらもこちらドリンク類ですね。シークワーサーウォーター、デトックスウォーター、ハイビスカスウォーター、お水だけでこんな種類があって、でこちら牛乳と普通の水ですね。そしてこちらに行くとフルーツジュース、グレープフルーツジュース、パイナップルジュース、オレンジジュースがなんと瓶で準備されています。見てください、これドリンクのコップがめっちゃおしゃれですね。はい、こんな感じでビュッフェ取ってきました。ご飯、味噌汁に和食を中心としてサラダ、フルーツと、めちゃくちゃヘルシー、健康的ないい感じな朝食じゃないですかこれ。いやさっきも言った通り、これ和食を中心としたメニューでも全然満足なんですけどね。これ胃袋が2つあったら洋食の方もパンとか美味しそうだったんでね、全部食べたいんですけどね。まあそうするためには2泊3泊する必要があるでしょうね。
はい、それではそろそろチェックアウトの時間になります。いかがだったでしょうか。こちらザ・リッツ・カールトン沖縄、世界的に有名な超高級ラグジュアリーホテルなだけあって、もちろんこちらのお部屋は素晴らしいんですが、もう館内のどこにいても非日常的な洗練された空間が広がっておりまして、本当に素敵でしたね。沖縄でいつもとは全く異なる非日常体験を過ごしたい場合は、こちらのザ・リッツ・カールトン沖縄宿泊してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。